1829年にミサ曲第6番の初演が行われたアルザー教会。ミサ曲第6番編補調調 D950 はフランツ・シューベルトが作曲したミサ曲。シューベルトのミサ曲としては最後の作品であり、ミサ・ソレムニスに分類される。フランツ・シューベルト、フランツ・アイブルが 1827年楽譜に出てくる最も古い日付は1828年6月であるがシューベルトがこれよりも早くからスケッチを始めていたことを示す証拠がある。曲は7月までに完成された。ウィーン・アルザーグルントにあるアルザー協会の合唱指揮者であったミハエル・ライターマイヤーの移植もしくは依頼に応える形で作曲された。シューベルトの生前には 曲が演奏されることはなく、1829年の10月4日にアルザー協会で初演された。初演の式はフェルディナント・シューベルトが行い、続く1829年11月15日のウルリヒ協会での再演も彼が振った。本作にはベートーベンの影響が感じられるが、それはとりわけ野心的なベートーベン的構成に顕著である。シューベルトは、 アルザー教会で営まれたベートーベンの葬儀で松明持ちを務めていた。グローリアとアニュスデーに風画が置かれているところにはバッハ、並びにモーツァルトのレクイエムやハイドンのハイリッヒミサを参考にしたことが伺われる。この作品と前作ミサ曲第5番はシューベルトの後期ミサ曲とみなされている。この2作は語句を音楽的に解釈しようとする姿勢において、 これまでの4作とは一線を画している。シューベルトは技術力と火星に関する知識の相対的な円熟の利点を活用し始めており、宗教音楽と世俗音楽の両方を作曲してきた経験と合わせ、標準的な典礼文にそれ以上の意味合いを付加している。これまでの楽曲でもテクストから一部の不死を省略することが知られていたが、シューベルトは後期ミサ曲において、 さらに進んだ自由さを見せており、意味するもののある、特定の側面に関する表現を深める、もしくは強化する目的でテクストを足したり、弾いたりしている。シューベルト学者のブライアン・ニューボールドは、後期ミサ曲を作曲者の、二つの裁量かつ最も、堅固な歌唱作品と考えており、ヘンホ町長のミサ曲については、勝利であり、かつ、シューベルトのキャリアの白鳥の歌であると呼んでいる。 ただし、彼は曲に村があることも認めている。シューベルトの電気作家であるクライスレフォンヘルボルンは編歩町長のミサ曲が当時書かれていた同種の楽曲のうち主要曲の地位を占めると記している。後期ミサ曲はブルックナーのミサ曲第3番に影響を与えた可能性がある。ヤーコプ・メルヒオール・リーター・ビーダーマンは1865年に 本作のピアノ版の初版を世に出しているが、これはブラームスが名前を伏せて編集したものだった。テノールに、ソプラノ、アルト、バス独唱、混声合唱、書、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、弦5部。全6曲で構成される。演奏時間は約60分。キリアンダンテ・コンモート。 クアジアレグレット変補長長3、4拍子、グローリアアレグロモデラートエマエストーソ変路長長4、4拍子、クレドモデラート変補長長2、2拍子、サンクトゥスアダージョ変補長長12、8拍子、ベネディクトゥスアンダンテ変異長長2、2拍子、アニスデアンダンテコンモート派単長ん、4拍子。ありがとうございます。